海北遊商会北友松慶長を20年6月2日は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての絵師、海北派の思想、聖は、源氏、友松和寺、大海の湖北地区に生まれる、名ははじめ、友徳、昭益とも、除雪祭、有形祭などと合した、子に、同じく絵師の海北遊行き、浅井家かし海北綱親の逸子として生まれる、 天文4年2歳で、父が戦死したのをきっかけに全門に入り、京の東福寺で活食として修行。この時に仮の葉を学んだとされる。師匠は、かの元のぶとも、かの英徳とも言われているがはっきりしない。天正元年に、浅井氏が滅亡し兄たちも討ち死にした後、玄属司会法家の再興を目指したが、豊臣秀吉に画祭を認められたことから部門を去り、 晩年は画業に専念した。その画は草原が特に領海の影響を受け鋭く力のこもった描線と省略の多い画法によって独自の画境を開いた。作品は大画面の水墨画が多いが、金碧のうさいの屏風絵もある。八条の実や俊人親王や亀井これのり、もともと東福寺の対抗安守だった暗黒自家へと親しかった。また、 交流のあった斉藤都志蔵は本能寺の変後三条淡田口で卓形となった。この都蔵の以外は友人であるとも松や東洋傍聴生が夜間に奪い取り長森が住職を務める新女堂へ葬られた。後に息子の友もは都蔵の娘である春すが局から報奨を受けている。墓所は京都府京都市左京区上土地新女町の新生後倉久寺。 友松夫妻の墓の横に、斉藤と志蔵の墓がある。友松の作品は年季が乏しいため返年が困難である。ただし、署名の特に、友字の変化と友松印の違いがわずかな手がかりとなる。はじめ、友字がかどばっていたのが次第に丸みを帯び、やがて第一角が直立周辺長く突き出すと同時に、第三、四角も小さな炎上になっていく。また、 友松四分法院は、真四角な印と右辺がこうを描いて、外側に張り出す印の2種類あり、前者の方が先に使用されたと推測される。ありがとうございます。